電線と鉄塔は外資によって絶縁されており、電流は黄色い線に沿って流れる外資は、電線とその支持物との間を絶縁するために用いる器具。一般には電柱、鉄塔などに装着される電力用、または電信用のものを指すが、電化プラグや電熱器などにおいて電線を絶縁する器具を指すこともある。外資には電気絶縁性や野外での対抗性、 機械的な強度などが求められることから多くは磁気を素材としている。ガラス製のものもあり、ロシア、モンゴルなどの旧共産権や東ヨーロッパ、イタリア、日本国内で古くから敷設されている電線路で見ることができる。また、軽量なポリマー製外資も来た、アメリカ、中近東などを中心に普及しており、日本国内では鉄道電気工作物で用いられている。 高圧の交流送電は通常外資を介して電柱や鉄塔などに支えられる。超高圧交流送電線では外資を連ねて絶縁性を確保する。数十個が連なって数メートルの長さに及ぶものも使われる。また電線の張力を打ち消すために取り付ける視線の絶縁確保には玉返しを用いる。外視でたびたび見られる波を打った形状は雨などが 表面につくことで電流が流れやすくなった場合、極力距離を稼いで絶縁性を保つためである。落雷の際は異常な高電圧がかかり、大電流が流れるため、外子が破壊される恐れがある。これを防ぐために、外子の両端にアークホーン、またはアークリングと呼ばれる金属端子をつけ、高電圧がかかった時には、その端子間で電流を流すようにしているものがある。 ノップ外資外資引き工事において使用する。近年では演出用に使われる場合がほとんど。玉外資電柱の視線に使用される。磁気性の外資は一般に以下の方法で製造される。原料としては陶石、長石、軽石、粘土などが用いられる。天草陶石を用いると高い強度のものが得られ、九州のみならず、東海地方の製造業者もこれを取り寄せて、 原料としている。高い性能を求められる用途には生成された酸化アルミニウムが加えられることもある。原料を粉砕して粉末にし、水を加えて冷蔵にする。円筒形のものは押し出し成形と切削法。懸水外しは丸ごて成形によって所定の形状に整える。プレス成形や煮込み成形などの手法を用いることもある。これを十分に乾燥した後、 釉薬を塗布歩1300から1、摂取350度で焼成し焼結させて磁器とする。初期の外資は木製あるいはガラス製であったが、後に絶縁性能や強度の高い磁器製品が使われるようになった。1890年代、アメリカ合衆国内やヨーロッパに電力網が普及する際には、主として磁器製のピン外資が使用された。 1900年代には66000ボルトに対応する製品も開発されたものの大型で高価であった。これに代わるものとしてロック社により懸垂外資が考案され1920年代から使われるようになった。1957年に環状脂肪族エポキシ樹脂が開発されコイルの絶縁材料などを行いとして用いられていた。これを応用した。 屋外用外資は1960年代前半にイギリスやアメリカ合衆国で製造されたが信頼性の低いものであった。実用的な製品は1964年にドイツで開発され、1970年代にかけてフランス、イギリス、アメリカ合衆国などでも製造されるようになった。1854年にアメリカ合衆国からモールス電信機がもたらされ、 1855年8月に小田又蔵と勝海舟が電信の実験を行っているが、この技術は実用されることはなく忘れられた。榎本武明はオランダ留学で電信技術を学び、1867年にモールスインジ電信機と共に電線や外資を持ち帰ったが、実用には至らなかった。外資を必要とするような長距離の通信網や、 送電網の登場は明治維新を待たねばならない。1869年10月23日に東京、横浜間で公衆用電信線の建設工事が開始された。外資の本格的な利用はこの頃に始まると考えられる。当時は新透器、インスレット、インシュレートル、電腕などと呼ばれていた。当初は赤外資と呼ばれる飛び色の輸入品が用いられていた。 しかしながら輸入品は不良率が高く、1個あたり25から26銭もかかる高価なものであった。このため政府は外資の国産化を推進した。1875年発行の電信等第一報告には、電線以外の部品や機器は電信料内で製造したり、外部の職工に命じて作らせるようになり、輸入品は非常に減ったとある。 有田焼の製造や貿易を手掛けていた深川英左衛門は1870年に電信料から外資製造の打診を受け、同年暮れに試作品を納入したところ採用されたという深川アートに高覧ラン社を設立した国産外資は輸入品と遜色ない性能を持つようになったが河川の距離が伸びるに従って通信障害に見舞われるようになった 海岸近くの電信線で雨天に起こりやすいことから、塩害による絶縁低下が原因と分かり、1883年頃から絶縁部の傘を二重構造に成形した二重通信用外紙を用いるようになった。これが国産通信用外紙の主流となった。1887年11月29日に、東京電灯株式会社の第二電灯局火力発電所、 日本橋かや町が架空電線による送電サービスを開始し、大阪、名古屋、京都などでも電灯会社が開業した。当初は送電の範囲が狭かったため、発電所からの送電も125から220ボルト程度の低圧であり、絶縁には電信用のピン返しが流用された。しかし後に発電所が集中化、大規模化して、 消費値との距離が増すと送電電圧も高くなったため、ピン外資を多数連結した形式の懸垂外資が用いられるようになった。食器と異なり外観品質を問われない外資は生産が容易であり、当時器業界各社の重要な収益源となった。1九百七年、日本陶器公明会社の百機サブローにより一万五千ボルトの送電に対応した製品が、1909年には、 さらに4万5000ボルトに対応したピン外しが開発され、同社の発展と電力網の発達に貢献した。1910年、瀬戸町の加藤木材網を称する工場において、電力を利用した生産が始められた。電力網の発達により、1915年頃になると、業界全体に自動化が普及し、生産性が向上した。1990年頃、 樹脂外社を 66000V から 275000V までの高電圧送電網に適用するための実用化試験が電力中央研究所や電力会社などによって始められた。同時期に鉄道総合技術研究所、かつき外試験場において鉄道用途に対する試験も行われ、1993年には東海道新幹線での使用が始まり時期生から、 樹脂製への置き換えが進んだ。ありがとうございます。